どうも、まぐみです。本日はね、iPhone Tips をお届けしたいと思います。本日お届けする iPhone Tips ですね。純正のアプリ、純正のね、タイマーアプリありますね。あれで、実はですね、こう、残り時間をロック画面で確認することができるっていう Tips なんですよね。早速、見ていきましょう。いただいてますのが純正のタイマーアプリでございます。こちらね、アイコンで言うとね、これですよね。分かってるか、この時計のやつね。これ立ち上げて、この一番右にある、右にあるこのタイマー押すとこの画面が出てきて、とりあえずね、タイマーをかけたいと思います。はい、これで開始しましょう。1時間35分後、36分後に、鳴るタイマーを設定しました。まあいいや。これはこのままでね、一旦ここでね、ロック画面に行きたいと思います。はい、ご覧いただけますでしょうか。はい、ちょっと見えづらいっすね。すいません。ここにね、残りの時間が出てます。ここにほら、時間の下にね、これ、残りの時間が出てます。はい。こんな感じでーす。皆様ご存知でしたでしょうか。純正のタイマーアプリだなら、こういうことが可能なのでございます。やはりね、純正のアプリはやっぱり良かったりしますよね。こんな感じです。以上が、本日お届けしたかった iPhone Tips でございます。はい、以上 iPhone Tips でございました。皆様いかがでございましたでしょうか。タイマーをね、使われる方もしいらっしゃればですね、活用していただければなと思います。セミナーなんかやられてる方だとね、いいんじゃないでしょうか。はい。僕はね、やったことないんですけど、まあ、プレゼントとかでもね、ロック画面確認しながら、残り時間を 見ながらみたいなことも可能ですね。まあ、使い方は人それぞれだと思いますが、ぜひ、活用してみてください。では、次の動画でお会いしましょう。マグニーです。このようなね、iPhone Tips を中心とした iPhone 系のネタを中心としたチャンネルを運営しております。本日ご紹介しましたのは、純正のタイマーアプリでのリンクでございます。また、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。